なおチャンネル。はい、皆さんこんにちは、なおチャンネルのなおです。皆様ね、3月20日の逃走中はいかがだったでしょうか。もう僕ももちろん見まして、もうすごい逃走中だった。でね、今回はですね、逃走成功者がなんと朝日奈さんです。いやー、おめでとうございます。なんとですね、女性逃走者が逃走成功されたのは約もう5年ぶりなんですよ。いや、もう5年間クソ長かったよ。もうよく頑張りました。今回の逃走中ももうめちゃめちゃすごかったよ。え、まさかのここで登場とかいうのもね、予想外の展開がありましたよね。まあね、この状態で話してもね、やっぱりあれなので、ではこの私服から判別画に変身しましょう。ではそれでは変身します。レッツゴー。はい、ではハンター姿に変身しました。まずね、一番驚いたのが、スタート前にハンターが50体だよ。いや、これマジビビるよ。だってもう偶然50体見た瞬間、みたいな感じに絶対なるもん。てか俺だったらマジでちびっちゃうからね。ミッション1ね、ハンターを閉じ込めろ。まあね、阻止する方法がないと聞かれた瞬間、絶対他人大使も、いないの、なんでないねんみたいな感じにね、絶対なったと思います。で、一部のエリアの封鎖しないといけないんですよ。で、封鎖するためには、ポスターの裏にある暗証番号2枚を探さないといけないわけなんですよ。でね、2枚見つけたのが、井上さくらちゃんと安田大サーカスのクロちゃんです。クロちゃんです。あらら、目の前全然できへんわ。クロちゃんおもろかったね。野田クリスタルさん逃げようとしたら、ハンターに来ると思って閉じ込めて野田クリスタルさんが確保されちゃった。これめちゃめちゃ面白いと思う。で、あとね、もう一つ面白かったのが、ミッションクリアのね、メール来た時の、なぜか井上咲楽ちゃんではなく、那須川天心君になっていた。これ逃走2あるあるね。逃走2って言っちゃってごめんね。で、ミッション2は賞金アップのチャンスということでね。で、封鎖された一部のエリアがあるんですけども、で、50体のハンターがわー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 いるんですよ。50体なんか51体ね。51体のハンターがわー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 いるんですけども、でね、ハンターを90分が止められるね、なんか、アイテムがあるんです。で、その間はハンター一切動けません。で、その間に、賞金アップカードを探すという、まあね、結局見つからずに、賞金担当はそのまま、賞金総額は78万円になりました。いや、でも78万円大金やで。あとね、途中からのダミーハンターに変更。あれはもう正直わからん。だってもう遠目から見ても絶対わからないもん、ハンターのサングラスの違い。で、近づいたら、よーく見たら、青のサングラスになっていく。青のサングラスというか、ここのところだけ青になっているんですよ。でも、それだけじゃない。青のサングラスのダミーハンターが、まあ、何体かいるんですけども、追いかけてバッて止まるっていう、もうめっちゃ心臓バキバキバキってなるんですよ。いや、俺だったら絶対、うわーってなっちゃう。それ絶対ビビるよ。初めて、ダミーハンターが追ってる姿の逃走者の反応、めちゃめちゃ面白かったです。で、ミッション3のね、逃走者を復活するミッションね。ダミーハンター3体の胸ポケットに復活カードがあると。で、結局復活したのが ABCD の五関さんと AKB48 の本田ひとみちゃんですね。でも五関くんはあっという間に捕まってしまった。自分は、アミーゴ復活してほしかったな。ビートギャザー、ビートギャザー、今夜は。アミーゴが復活したら多分ビートギャザー歌ってました。で、最後のミッションが大量ハンターを阻止せよですね。ダミーハンターは残り10分になるとね、本物ハンターに切り替わってしまうんですよ。でね、それを阻止するには5箇所にある消滅ボタンを押さなければいけない。でも、それは、罠がありまして、1個ずつ消滅ボタンを押すのではなく、5箇所同時に押さないといけないという。だから、1箇所だけ押しても、その1箇所のボタンのダミーハンターしか消えないという。いや、これ騙されるよね。で、ミッションは全員ではないけども、38体が消え、ハンター16体。で、その中で朝日奈央ちゃんが最後隠れて逃走成功、イエーイ。今回はね、ハンターと偽ハンターという逃走中でした。そういう意味だったんですね。もうめちゃめちゃ面白かったです。いやー、もう次回の逃走中もめちゃ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 楽しみでございます。朝日奈央さん、ほん
当にすごかったですね。だからもう次の逃走中、朝日奈央さんと課金さん出てくるんじゃないですかね。だからこの二人がもう逃走中のベテランになっていくのではないかなと私も予想します。次回の逃走中ももしかしたら早めに放送されるのではないかなと予測しますね。なんせ逃走中ステージという舞台がございますので、やっぱり逃走中ステージの日時に合わせてやるんじゃないかなと思います。日時っていうかその月にね合わせてやるんじゃないかなと思います。まだね次回の逃走中もハンターとニスハンター以上の逃走中が見れることを楽しみにしてます。ということで今回ですね、逃走中ハンターとニセハンターのトークを話しました。最後までご覧になってやります。以上がチャンネルの後でした。またいつかお会いしましょう。 See you。 今回の逃走中めちゃめちゃ面白かったです。次回の逃走中も楽しみにしてます。皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。